どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回はドラえもんの歌です。ドラえもんの歌っつったってちょっと前のやつですよ。こんなこといいな、できたらいいな、あれです、あれ。私の子供の頃のやつです。これは、このウクレレでやります。で、ですね、私も最近知ったんですけど、最近のキッズもこの歌好きな方多いらしいです。ネットで見られる。昔のドラえもんネットで見てこの歌を歌ってるキッズも多いらしいので、これを、このウクレレで簡単バージョンでやりましょう、親子で。それかもう昔思い出して思いっきり愛を込めて歌いましょう。ドラえもんですから、はい。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレ流シンプル簡単バージョン。後半はノリノリ8ビート、バージョンでかっこいいバージョン。2バージョン最後までやります。しかも今回おまけ企画でイントロのメロディーをウクレレで弾きます。これです。これ、後で弾き方、タブーで公開しますので、お楽しみにしてください。さあ、ウクレレ、いいな、ウクレレ楽しそうだな、やってみたいけど、私音楽苦手というあなた、ウクレレすぐやりましょう。簡単なんです。弦も4本しかないし、このガズレレ YouTube 見てるだけで、どんどんできるようになります。ぜひ始めましょう。簡単なんだけど、奥も深いですからね。ずっと楽しめます。はい。もし興味ある方、もうちょっと下ここにリンクあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の順番通りに YouTube、ガズレレ YouTube 見ながらウクレレ触ってるだけで、あっという間にできるようになりますから、行ってみてください。じゃあ、リンクあります。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック!行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽が、ウクレレで簡単にできるようにしたレッスン動画として800曲以上ももう上がってんですよ。800曲以上ですよ。今日みたいな子供と一緒に歌える親子の曲はもちろんですけど、最新 J-POP、定番 J-POP、昭和の名曲、演歌、洋楽、ハワイアン、アニメの曲、映画の曲、すごいいっぱいあります。はい。さっきのリンク先のところからいろいろ曲が探せたり、あとジャンルボックスから選べるようになってますんで、お気に入りの曲見つけて、どんどん今度は音楽聴くだけじゃなくてやっちゃいましょう。よろしくお願いします。それでは行きましょう。ドラえもん、シンプル簡単バージョンの方からやってみます。こんなこといいな、できたらいいな、こんな夢いっぱいあるけど、みんな叶えてくれる、不思議なポッケで叶えてくれる、空を自由に飛びたいな。はい、だけどさ、あんあんあん、とっても大好きドラえもん。2番いきます。いい宿題当番、試験にお使い、あんなことこんなこと大変だけど、みんな助けてくれる、便利な道具で助けてくれる、おもちゃの兵隊だ。それ突撃、あんあんあん、とっても大好きドラえもん、あんあんあん、とっても大好きドラえもん。のび太くん、せーの、じゃじゃ。ドラえもんの歌、こんなこといいな、いいですね、やっぱり。いいです、いいです。はい。今のは、ショートカットバージョン、本当はね、3番ぐらいまであるんですけど、2番もちょっと聞いたことなかったですね。いつも1番でね、アニメが始まりますから、はい。やってみましょう。これ、結構面白いです。ウクレレでも本当簡単で、今やったシンプル簡単バージョン、コード4つですからね。はい。で、後半では、イントロつけます。イントロではもうちょっとコードが足されますけれども、はい。フルでやりたい方、3番までやりたい方はですね、コード進行一緒ですから、書き足していってください。で、動画と一緒にできるようになった方も、自分でノートに書いて、それを見ながら自分だけの演奏をしてみるのをおすすめします。その時の参考になるように、私のノートを見ていただきましょう。はい、ドラえもん、ドラえもんです。ドラえもん。はい。
これは今ちょっと省いて省略したイントロですけど、後半のかっこいいバージョンではこれをやって、さらにメロディー弾きもちょっと解説しますからね。今のシンプル簡単バージョンはここからです。なのでひとまずメモだけはしておいていただいて、ここまでいけるかな？一時停止で、メモってみてください。すごいシンプルでしょ？ずーっと G7 が続くとかね、なかなか斬新ですけどね。はい、じゃあ一時停止でメモってください。ちょっとよくわからなかったなって方は、動画のテロップを一時停止して書くのもおすすめですからね。はい。で、ここの全くコード進行一緒で2番で歌詞が変わるだけですね。2番。はい。で、最後、アン、アン、アン、とっても大好きドラえもん2回繰り返して終わったというのがガズレレシンプル簡単バージョンでございます。はい、じゃあ出てくるコード。今出てきたのは C と F と、D7 と G7。このコード4つでシンプル簡単バージョンできました。これは結構な入門コードでございましてですね。嬉しいやつです。初心者様でも、キッズでもこれはできますからね。親子でワイワイ歌いましょう。はい。で、私が歌っても懐かしいんだから、これなかなかね、楽しめると思います。いろんな世代で。ぜひよろしくお願いします。で、こっから、いきなりですね、かっこいいバージョンで使うイントロのコードも、紹介しようと思うんですけど、Dm とEm7 というコードが追加されますが、これ、結局6個、この6個ももう超基本コードなんで、もうセットで覚えていただきたいなと思います。で、このコードは基本中の基本、これです。ガズレレ必須コードというグループの中のメンバーでございます。このガズレレ必須コードというのは一体なんじゃらほいという方、ウクレレで音楽やる上でね、ものすごく便利なコードの集団があるんですよ。ウクレレにものすごく仲良し、お友達、便利で仲のいい、いつも一緒にいるコードというわけでございます。そのことをガズレレ必須コードと言っていまして、10個ぐらいあります。10個もあるのかと思うでしょ？だけど1個ずつ見たら1本指で押さえられるコードもいっぱいあるんですよ。で、簡単なの。だけど10個いっぺんに思うと、覚えようと思うとちょっと頭混乱するんで、覚えやすく分かりやすく、した動画、私が撮ってます。これ覚えやすい。面白く覚えないといけません。ここのリンク貼っておきます。ここでガズレレ必須コード覚えてください。今日はその10個のうちの6個が登場しますんで、基本的には入門コードでできるということで、やったーという感じですね。はい、じゃあ、引き続きかっこいいバージョンの解説もしていこうと思うんですけど、かっこいいバージョンは基本的にこのリズム、8ビートのチャというふうに、呼ばれているリズムでやろうと思います。基本的に C を押さえて、ドン、チャ、ドン、チャ。コードが1ブロック2個入っているときは、空を自由に、ドン、チャッカ、ドン、チャッカ。こんな感じでございます。はい。そして、ここの、はーい、タケコプターっていうドラえもん喋るところあるじゃないですか。あそこではですね、カッティングっていう技を、ここは結構簡単だと思います。左手、弦にさっと触ってて、ちゃだ、カッ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 、音が出ない。カチッと言わせる。これカッティング、一個のカッティングというスタイルなんですけど、そこやってみましょうか。空を自由に飛びたいな、ここです。はーい、タケコプター。こんな感じ。右手は8ビートです。普通のチャッチャッチャッチャチャッ。左手は触るだけ、触れるだけ。はい。ということで、8ビートのチャとカッティング。この2つの弾き方をミックスしてやってみようと思います。はい。この2つの弾き方、ここにリンク貼っていきましょう。このリンク先はウクレレでできるリズムのいろいろというガズレレホームページの1枚で、その中から8ビートのチャとカッティングというのをちょっと見てやってください。カッティングは本当はすごく高度な技ですけど、今日出てくるパターンは結構シンプルなやつなんで、ただ左で触るだけです。で、8ビートのチャなんですけど、基本的には8ビートという超基本のリズムができた、その上の段階のものになりますんで、ちょっと初心者の方はただの8ビートでやってみるのをおすすめします。そうすると、こんなこといいな、できたらいい、こんな風になります。チャを入れると、こんなこといいな、これ、だいぶメリハリがつくんですけど、8ビートでやるのも全然かっこいいと思うんで、おすすめいたします。で、さっきもちょっと言ったんですけど、イントロのメロディーも、ちょっと後で、レクチャーしたいと思います。レクチャーつっても、タブを見ていただいて、皆さん、頑張ってやってくださいって感じなんですけど、基本イントロメロディーこうですからね。でれ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 で、こんな感じですよね。これを、はい。これ最後にひっつけておきます。なんで、今の、かっこいいバージョンのデモ演奏は、まず口で言うイントロをやって、この本編の後にまた解説しますんで、ちょっとお楽しみにしておいてください。それでは、ドラえもんの歌、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、3、4。デレデ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 こんなこといいな、できたらいいな、あんな夢、こんな夢、いっぱいあるけど、みんなみんなみんな叶えてくれ。
びたいな。あい、だけどもな。あんあんあん、とっても大好き、ドラえもん。2番いきます。宿題当番、試験にお使い、あんなこと、こんなこと、大変だけど、みんなみんな、助けてくれる。の歌かっこいいバージョンやってみました。やっぱここはセリフのとこでどれだけドラえもんになりきれるかっていうところがものすごくキーポイントになると思います。あそこはもう思いっきりドラえもん感を高めていくのがいいかなということでございます。やっぱあとは軽やかなリズム、やっぱりこうウキウキ気分、ドラえもんですから、やっぱりこうボーンってこう、あれ地面浮かんでるらしいですからね、足がね、あれ地面ついてないらしいです。そういうフットワークの軽さをやってみましょう。はい。で、先ほども言ったんですけど、イントロのメロディーをね弾いてみようと。ちょっとこれね、こういうのはですね、結構本当に忍耐力の技なんで、これ、しっかりこれをですね、映し出す、これ、ドラえもんの歌の、イントロタブスコアって書いてあるんですね。これ、一時停止して、がっつりメモってください。ここ、テレデデ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 、テレデデ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 デってなっております。ここはですね、この読み方、これタブフっつうんですけど、一番上の線が1弦、2弦、3弦、4弦です。時間がこう進んでオルゴールみたいになってますね。はい、これメモってただひたすらやってください。このタブフっていう読み方わかんない方、タブフの読み方、ここにリンク貼っておきますね。はい、ちょっとこれ写して、でこれを写しながら後で私が弾きますからね。はいはい、すごいよねこれ。やってみよう、いきますよ。ゆっくりいくね。ワン、ツー、スリー、フォー。こんなこといいの。すごいでしょ。ちょっともうちょっと頑張って早くやってみようかな。じゃあいきますよ。ワン、ツー。なこといいな。頑張りました。はい、これはですね、すげえなと思うかもしれませんけど、これはね、もう本当にひたすら引き込むとできますからね。一弦の320、二弦の三、一弦の02、これつね、320302、こういう風にずっと、もう豆にも本当に体に覚え込ませてやるんです。皆さんもぜひお時間ある時にじっくり取り組んでみてください。今日はちょっとおまけ付きですけど、ドラえもんのイントロのメロディーでした。はい、そんなわけでウクレレ楽しいですよね。いろんな弾き方とか、このみんなでも盛り上がるし、今みたいにメロディーを弾いたりもできる。本当夢のような楽器。この楽器今、ホームページが公開されて注文できるようになってます。事前注文ですけど、ここリンク貼っておきますよ。ウクレレに興味ある方、ここでちょっとこのウクレレ本当にいいウクレレです。よろしくお願いします。あとこのウクレレ持ってガズさん日本中イベント取り組んでおります。あっちこっち行ってます。ちょっとソールド、ありがたいことソールドアウトも続いてるんですけど、そんなことの最新情報、あと本もいっぱい書いてるんですよ。学部の本とか人生を語る本も書いてます。この後ちょっとご紹介動画をひっつけときますんで、お時間ある方もない方もぜひご覧になってください。あとチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また会いましょう。楽しく音楽やろう。ご案内動画どうぞ。はい、まずはガズレレホームページ見てください。ガズレレ .com でございます。ホームページのリンクもここに貼っておきます。まずイベント情報なんですけど、次回のイベント10月27日九州熊本でガズレレイベントが行われます。こちらのイベント本当に楽しんで、初心者からベテランまでウクレレ持って集まってください。もう本当にね、その日からちょっと変わっちゃいます。いろんなこと
待ってます。あとガーッとこちらにイベント情報あるんですけど、ありがとうございます。11月11日の東京と、12月7日の神奈川ソールドアウトです。大感謝。はい、そういうわけで九州2カ所は参加できますからね。全国の皆さん待ってます。はい、あと最新情報はこちらのウクレレ、ベトナムで作ってるガズさんのもうほんといい音するウクレレなんですけど、これをクラウドファンディング成功させて、なんと10月23日の正午より、10月23日ですよ、この予約販売サイトオープンさせます。はい、お楽しみにしておいてください。あとは本をいろいろ出してます。まずはリットミュージックから出てるこの100曲入りの本をはじめ、あともう一個リットミュージックから出てたり、主婦の友社からガズさんの人生いいことばっか書いてる本も出てますよ。そんなのチェックよろしくお願いします。はい、楽しく音楽やろう。今日は見てくださってありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。